アラン島の一アラン島は、クライド湾内に存在する島の中では最も面積の大きな島である。おおよそ北緯55.5度、西経5度付近に位置していて、やや南北に細長い。行政区分では、スコットランドのノースエアシャーに属する。2001年現在の人口は5058人。アラン島の衛星写真日没の、コートフェルスコットランド本島、ノースエアシャーから、 アラン島を望む。画面奥の3階がアラン島北部の山。中継の低い島はビュート島。アラン島は近タイア半島と南部高地とに挟まれてノース海峡に面している異例であるクライド湾内に位置している。したがって島の気候は北、大西洋海流の影響を受ける西岸海洋性気候である。島の中心となる村はブロディックでこの村から グレートブリテン島へのフェリー航路が、この島とグレートブリテン島とを結ぶ主要な航路となっている。アラン島は、スコットランドの地形的な特徴、及び地質学的な特徴をすべて備えていることから、スコットランドのミニチュアと呼ばれることがある。この島はやや南北に長い島であるが、特にその北部に多くの山がある。最も標高の高い山は、 オートフェル山で874メートル。島の南部は、断上の海岸が見られ、高い断崖になっている箇所もある。スコットランドを北東から南西に横断するハイランド境界断層によって、この島は、ハイランド地方とローランド地方とに分けられる。アラン島は、地質学者には有名な島で、岩礁や岩脈といった火山性貫入地形を観察するために、 多くの研究者が訪れる。島の北部は大部分がバソリス地形になっている。島には三本の主要な道路が走っている。海岸道路は島を周回し、スターングトロスと呼ばれる道路がそれぞれ別のポイントで内陸部を横断している。アラン島の周囲には以下の三つの小さな付属当初がある。なお、アラン島コーリークレイビーの南西にあるアリアンナ、エイチエアードバイネは、 島というよりは、岩礁で、干潮時にはアラン島とつながる。マクリームーアの縦石遺跡この島には新石器時代のストーンサークルや縦石遺跡が多く残されている。マクリームーアと呼ばれる縦石遺跡やホワイティングベイの巨人の墓が、その代表的なものである。セモリオの洞窟には壁に掘り込みがあり、数少ないピクト語の資料となっている。ブート島と同じく、 アラン島もかつてはブリソン語部族の土地であった可能性が高い。しかし、ゲール人が近隣のダルリアダ王国からその半島を広げ、ゲール語の住民に置き換わった。この後、この島は他の大部分のスコットランドの島と同じくノルウェー王の支配下に置かれた。この結果、現在でもアラン島の地名の多くはバイキング起源のものである。 ノルウェー王方向に四世は1263年にラーグスの戦いへ向かう途中にこの島を訪れた。この戦いの後、この島はロード・オブ・ザ・アイルズの称号を与えられた。セイコルンバとセイニニアンがアラン島を訪れたと言われ、その他にもフィンガルズ・カールドロンと呼ばれるストーンサークルなど古代のアイルランドとの結びつきを示すものは多い。34メートル近くある深いのは、 スコットランド王ロバート一世が身を隠した場所と伝えられている。また、かつてはウィスキーの生産が盛んだった島の一つであり、最盛期には50以上のウィスキーの蒸留所があったものの、その数は徐々に減少し、1836年までにすべての蒸留所が閉鎖され、以降、この島でウィスキーの生産は行われなくなった。しかし、 1995年に蒸留所が新設されたことで、この島でのウィスキー生産は約160年ぶりに再開された。なお、アラン蒸留所は20世紀最後に新設されたウィスキーの蒸留所として知られ、2015年現在も稼働している。アラン島にあるブロディック城のそばに停泊する外輪蒸気船、ウェイバリー・アラン島はグレートブリテン島と、 カレドニアン・マクベインフェリーの次の二つの航路によって結ばれている。下記にはラムロッシュから隣の堀井島へのフェリーも出るほか、世界で唯一原用の外輪蒸気客船、ウェーバリーがブロディックの港から定期クルーズ運航している。アラン上流所ブロディック上アラン島の主要産業は観光業であるが農業や林業も重要な産業となっている。 他に成功しているビジネスには以下のものがある。この島の主な観光地はスコットランドナショナルトラストが所有していてハミルトン公爵の居城として知られるブロディック城である。その他にはキャタコールの十二首都がある。これは十二軒の白壁の小さなコテージが海岸線に沿って並んでいるものである。海に向いた上の窓の形が家ごとに異なっている。これは 海で漁をする夫に、家の妻が窓にろうそくを置くことで合図ができるようにしたものである。夫は、誰の合図であるか窓の形で識別できるようになっている。ロホランザジョー ABCD 田中吉田 2008P63 田中吉田 2008P62 ヒストリーアラン上流書2019年8月29日時点のオリジナルよりアーカイブ 2020年2月5日閲覧、ありがとうございます。